旧ジャニーズ同年代まとめ。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、最近ですね、ジャニーズジュニア、元ジャニーズジュニアですね、の A グループが CD デビューが決まったわけじゃないですか。まあ、それに伴ってっていうわけじゃないんですけども、まあ、旧ジャニーズといったら、まあ、芸能界全般ですね、芸歴で敬語を使う使わないとかっていう関係値が生まれるじゃないですか、先輩後輩っていう。けど、まあ、もしこれが一般社会だったりとかするときに、基本的には芸歴じゃなくて生まれた年代とか年で、まあ、敬語を使ったりタメ口使ったりする関係性がある程度生まれると思うんですよ。なのでこの動画ではですね、先輩後輩とか同期っていうくくりじゃなくて、同年代、同じ年に生まれてる人たちっていうのをまとめてみましたので、この人とこの人同い年なんだけど、まあ、ジャニーズの中では先輩後輩だからなんか違和感だねみたいなところについて楽しんでいただけたらなって思います。でこちらパート2なので、パート1の方も見てほしいなと思うんですけども、こちらは1990年代生まれからお話ししていきたいなというふうに思います。で、まあ、一個その誤解されることがあるんですけど、例えば菊池風磨くんって1995年の3月生まれなんですよ。3月生まれってことは早生まれじゃないですか。でも菊池風磨くんがもし学校とか中学校高校のクラスにいるって考えたら、1995年の早生まれって1994年の人たちと一緒に授業を受けたりするじゃないですか。だから風磨くんは1995年生まれなんだけど、1994年の人たちと同じくくりというか同年代っていうくくりになると思うんで、同じ学年というね。なのでそこだけ注意していただけたらなっていうふうに思います。では早速いきたいと思います。まず1990年代生まれ、平成ジャンプ伊野尾くん、八乙女くん、キスマイフット2二階堂くんと千賀くん。千賀くんに関しては91年生まれと早生まれですね。まあ、ここはすごくイメージぴったりというか、まず二科線だったりとか、いのちゃんと八乙女くんっていうのも同い年っていうのはもちろん全然普通ですし、なんか二階堂くんとかが、伊野尾くんとか、例えばね、これが高校のクラスだったりすると、おいけーおいけーとか、おい光るとか、ケントとかって二階堂くんとかやんちゃだから言ってそうじゃないですか。で、八乙女くんもね、昔めちゃめちゃ怖かったじゃないですか。だから一緒にね、二階堂くんとちょっとやんちゃ系やって、まあ、せんちゃんとか伊野尾くんが、まあ、美容とかちょっと女の子の可愛いよねみたいな、そういうちょっと女の子の話したりするのかなって思うと、この年っていうかこの年代面白いですよね。で続いて1991年代生まれっていうのは有岡くん一人しかいなくて、続いての1992年代生まれっていうのはスノーマンのふっか、さっくん、ショッピー、伊達さんと、あとウエストのしげですね。伊達さんだけ早生まれになるんですけども、まあ、ほぼほぼスノーマンにしげがいるって形で、しげってどうなんだろう、スノーマンと関わりあんのかな。しげとね、そのひかるくん、岩本ひかるくんがもうめちゃくちゃ仲良くて大親友ってのはもちろん知ってるんですけど、ショッピーとかしげとかさっくんとしげってなんか関わりあんのかなと思うと、ちょっとイメージ湧かないですよね。でもこれが同じ高校のクラスって考えたら、まあほぼスノーマングループだよ。スノーマンでわちゃわちゃして、でそこにシゲが一緒にわちゃわちゃしてる、フッカとかと一緒にいじられたり突っ込んだり人気者になってんのかなってイメージはきますよね。続いて1993年代生まれ、ここもめちゃめちゃ宝庫ですよね。この世代、岡本圭人くんと山田涼介くん、岩本光くんに神山くん、橋本くんに中島くんに、藤井流星くんに阿部ちゃん、知念くんに高知くんにケンティーっていう、もうとてつもないね、93年代生まれすごいっすよね。まあ、高知くんとケンティーだけに関しては早生まれですけど、でもケンティーと山田涼介くん、まあ、ケンティーって山田涼介くんのこと好きじゃないですか。けど年代で言ったら、まあ、同じ年代なんで、まあ、これがジャニーズってくくりじゃなかったら、あんなにキラキラしてる二人が同じクラスにいる。で、きっとなんかその、キンキキッズの光一くん派か剛くん派みたいなのがあったように、山田涼介くん派かケンティー派かみたいなのって分かれてそうですよね。どっちの王子様が好き？私はケンティー、私はね、山ちゃんの方とかって分かれてそう。で、ケンティーが、おい、涼介とかってやってるのも、イケメンがイケモン呼ぶみたいなね。そういうのも楽しみですよね。あとね、藤井流星くんとかもいるんで、まあ、ちゃんとかが、おい、流星とか、あとは、その、平成ジャンプ中島くんと藤井流星くんとか、身長 T 組、あと光くんとかですよね。まあ、そこら辺が一緒にいたらかっこいいですよね。あと、神ちゃんもいるからね、そのダンスが上手いヒーくんとかと一緒にダンスやったりとか。
ここの世代方向すぎますよね。なんか知念ちゃんと阿部ちゃんと神ちゃんと岩本くんとかで、あと ABCG のハッシーとかね、でなんか休み時間アクロバットで遊んだりとかもしてそうですよね。なんかいろんな組み合わせ、身長が大きい人たちだけでかっこいい組み合わせもできますし、アクロバットとかわちゃわちゃ系もできますし、なんかここの同じ学校同じクラスだったらね、まずケンティーと山ちゃんがいるってところで、この二大王子がいる時点でやばいですよね。続いて1994年代生まれ、スノーマンの向井くん、 A グループの末澤誠也くん、トラビスジャパン川島ノエルくん、ストーンズの京本くんに、セクシーゾーンの菊池風磨くん。ここがね、みんな同い年っていうのが、まあ風磨だけ早生まれだけど、まあ世代で言うと1994年世代になるので、いやどんな感じなんだろうね。まあ風磨が基本的になんかクラスの中心で、でもまあジーコとスエがいるか、ジーコとスエがいるからもうお笑いというかね、ボケとツッコミ完璧じゃないですか。でそれに対して風磨が、あはははは、はってあのいつもなんか笑うとき叩いてるじゃないですか、手あんな感じとか。でノエルとキョモがちょっとなんかその紳士グループというか綺麗グループの方にいるみたいな、でちょっとやんちゃで下品グループがコウジとスエと風磨みたいな。いやこのクラスも楽しいだろうな、めちゃくちゃ。スエと菊池風磨くんとかってどうなんだろう、仲いいのかな。まあ、ジーコとスエはもう間違いないし、なんかさっきの1993年世代もすごかったけど、この94年世代っていうのも、もう宝庫ですね。やっぱ風磨とジーコがいるっていうのがね。で、そこにね、新しく入ったこのスエっていうのもね、いや、どんな感じなんだろう。まあ、あとはキョモとかノエルくんとか、みんな歌うまいか。ここの5人はみんな歌がうまいグループなんで、ダンスってよりはみんな歌系ですよね。歌の方が自信ある5人だと思うんで、じゃあみんなでカラオケ行こうぜってスエが言って、風磨が、おう、行こう行こうみたいな。で感じでみんなで歌うみたいな想像つくとちょっと面白いっすよね。続いて1995年代生まれ、ストーンズの田中樹くん、松村北斗くん、トラビスジャパンの締めかけくんと吉澤静也くん、 A グループのリチャードとなにわ男子の藤原丈一郎くん。リチャードと丈一郎に関してはちょっと早生まれですね。でここにね、岸くんもいたんですよね。まあ、岸くんもいるって仮定すると、ここも濃いですよね。まあ、リチャとジョーがいるから、まあもうさっきのジーコとスエグループと一緒で、お笑いは最強ですよね。で、ジュリが、何やってんのお前ら。あいつもねえ。とかってそういうちょっと関東乗りみたいなことやったりとか。で、多分ですけど、おい、キシ、シズヤ、お前らちょっとなんかやってみ、ふざけてみろよ、みたいな。キシ君とシズヤは、ちょっと滑り芸というか、滑らされる方というか、ね、ちょっといじられる方に行っちゃうんじゃないかで、ジョーとリチャとジュリ君で拾ってくるみたいな。でシメとホッ君で端の方でふんふんって笑ってるのも想像つきますね。いやこの世代もいいな。いやいいな、若い子たち若い子たちが30前後最高ですね。はい、今日はですね、1990年代と1995年までの同年代ってところでお話させていただいたんですけども、やっぱこういう先輩後輩の関係性じゃなくて同じ年同じ年代ってくくると結構面白いですよね。やっぱね、93年世代の宝庫だったりとか、94年世代95年世代も宝庫ですし、こんだけすごいタレントいっぱいいるんだと思うと、やっぱり楽しい部分でありますよね。パート3の方ではですね、1996年世代からですね、まあ、2003年世代までお話ししていきたいなと思うので、めっちゃ噛んだね。ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなというふうに思います。なんか、ジャニーズ入りたかったな。またね。